良いぞ。表を上げい。殿じゃない。誰？驚いたか、太子やよ。お前たちを呼んだのは父ではあらぬ。我じゃ。扇ヶ悦柊木団城の娘、アイヤじゃ。はあ。あれが殿の娘。へえ。で、太子や。頭はどのものじゃ？お頭はあいにく留守にしておりまして。留守？頭がおらぬのであればお前たちに話したところでな。いえ、私がお頭の代わりに責任を持って受けたまわります。どのような退治のご依頼でしょうか？お前が代わりにね。そんなに聞きたいか？そうかそうか、それほど聞きたいか。え、何も言ってないが。無理もない。我の依頼を受ければ我が父関東管領扇ヶ悦柊木家の召使官になれるかもしれぬのだからな。俺たちが殿の召使官に？それはすごい。一生飯に困らぬぞ。そうじゃろそうじゃろ、嬉しいじゃろ。喜べ喜べ。